今日は中日ドラゴンズ2021年ドラフト会議のハズレ1位を予想します。ドラフト会議は10月に迫りました。この時期ハズレ1位で指名する選手をスカウトは考えていると思っています。この動画を最後に見ると中日ドラゴンズのハズレ1位で指名する選手のことがよくわかります。また私のチャンネルは中日ドラゴンズの情報、中日ドラゴンズのドラフトについて語るチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まず1位は小園健太選手、もしくはブライト健太選手を予想すると思っています。だから小園健太選手とブライト健太選手は今回外します。まず1人目のハズレ1位候補は岐阜第一の坂口宇多選手です。ポジションは投手と一塁と外野です。準地元の高校生注目スラッガーです。夏の甲子園は地方予選敗退でした。今年の夏の甲子園地方予選では投手として活躍をしました。でもスカウトはバッターとして指名すると思っています。今のところ二刀流でのプロ挑戦は表明はしていません。県大会3位、東海4強が最高成績です。甲子園の経験はありません。高校通算27本のホームランを打っています。最速は143キロです。中日近藤スカウトは変化球をしっかりと捉えていた、状況に応じたバッティングができていた。中日清水スカウトは積極的に振っている印象で春先の状態よりも良くなっている、結果は出ていなくても内容を見て評価したいと言っています。中日近藤新一スカウトはポテンシャルが並外れている、どこかで爆発するでしょうと言っています。今中日ドラゴンズは打線が弱いのでスラッガータイプの選手を指名するのはありと思っています。でもできれば1位指名は即戦力の外野手が欲しいんですけども、ハズレ1位で指名するときは素材タイプの高校生でもいいと思うんですよね。でも高校生はすぐに戦力にならないので、その分来年は外国人選手を多めに獲得するなど選手の補強をしてほしいと思いますね。ハズレ1位なら坂口宇多選手は単独で指名できると思っています。純地元の選手なのでぜひ獲得したいですね。将来は3番坂口、4番石川貴也の打線も見てみたいと思っています。2人目は中京大中京の黒柳京介選手です。ポジションは投手です。今年の夏の甲子園では地方予選敗退しました。今年の春の選抜では専大松戸相手に好投を見せてくれました。これからまだまだ力が伸びる選手です。中日ドラゴンズは基本投手を中心に守り勝つ野球で勝ちを拾うチームです。だから力のある投手は一人でも多く獲得したいですし、地元愛知に高素材の投手がいればなおさら獲得はしたいと思っているはずです。だから黒柳選手をハズレ1位で指名する可能性はあると思っています。中日近藤スカウトは本来はもっとキレがあるし、今日はボールが高かったが持っているものは間違いない、評価できる投手と思うとコメントしています。でも黒柳選手はハズレ1位じゃなくてもハズレ1位もしくは2位でも獲得できそうな気がするんですよね。ハズレ1位まで行ったら黒柳選手を指名するのも十分ありだと思いますね。夏の甲子園に出場すればもっと評価を上げることはできたと思いました。また6月の東海大相模との招待試合で150キロを計測しました。さらに関西との練習試合ではマックス152キロを計測しました。まだまだストレートは速くなると思いますね。ぜひ黒柳選手を獲得してほしいと思っています。3人目は天理高校の辰光太選手です。非常に体が大きくて将来性が抜群の選手です。辰選手は将来メジャーに挑戦したいと言っています。今年の夏の甲子園地方予選では準決勝で敗退しました。天理高校では1年生の夏から背番号19でベンチ入りしました。遠投は110メートルを記録しました。中日米村アマスカウトチーフは伸びしろと将来性があると評価しています。中日ドラゴンズはこういうタイプの高校生投手は大好きだと思うんですよね。夏の甲子園に出場して活躍をすれば1位指名じゃないと獲得はできなかったと思いますが、夏の甲子園は地方予選敗退したので多分ですけどもハズレ1位でもいけなくはないかなと思っています。でも素材は小園健太選手、風間球太選手、森木大地選手と同じぐらいの素材です。だからもしかしたらドラフト1位で辰選手を獲得する球団は出てくるかもしれませんし、ハズレ1位で指名をしても再び競合するかもしれません。その可能性は大いにあると思います。それぐらい素晴らしい素材です。もし中日ドラゴンズが高校生投手をハズレ1位で指名するなら、黒柳選手よりもまずは辰選手を指名してほしいと思います。4人目は東海大相模の石田隼人選手です。ポジションは投手で左投げです。
中学3年生の夏に野茂ジャパン入りしました。東海大相模では1年生の春から背番号17でベンチ入りしました。3年生春の選抜甲子園で優勝を達成しました。3年生夏の県大会はメンバーのコロナ感染によりベスト8で敗退しました。中日ドラゴンズのスカウト時のコメントはありませんでした。でも今年の高校生左腕投手ではナンバーワンだと思っています。今中日ドラゴンズの先発左腕は大野雄大選手と小笠原慎之介選手の2人がいます。だから外れ1位で指名する可能性はあまりないかもしれませんが、左腕として素材はいいものを持っているので、もしかしたら外れ1位で指名があるのかなと思っています。だから紹介しました。以上の4人が主な外れ1位候補と予想しました。その他だったら砲台の三浦銀次選手、星岡投手、東北福祉大の向野木選手、星岡投手、創価大の鈴木優斗選手、星岡投手、左投げです。今の名前を出した選手の指名はあるのかなと思いますが、今年の1位は高校生投手か即戦力外野手だと思っているので、多分ですけども外れ1位では指名はないと思うんですが、もしかしたら又吉選手、祖父江選手の FA 次第では外れ1位で指名するかなとも思っています。